これは難易度高いよね。高いです。浸透してる。はい。染みついてしまってる。コンクリに行った場合の消臭って難しいんです。消臭シートが俺やんか、俺やんか。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、まあ、管理会社さんの、まあ、OK をいただいて状況を確認するんですけど、見積もり担当がちょっと今前の現場長引いてまして来れないということで、僕今鍵を預かって、僕一人で入って作業入るということになります。全く何も状態が分かりません。ちょっと近隣からもクレームが来てるということなのでやります。孤独死案件っていうのは結構 YouTube とは、まあ、結構皆さんね、やっぱりこうどういう世界なのかというか非日常的な話なので結構ね、あの再生回数伸びるんですが、まあ、我々はあくまでもこれは社会問題として、その孤独死自体なぜこうなったのかとか、孤独死を研究するにあたって我々しかやっぱり発信できないっていうところもあって、なんか僕らが役に立てばいいかなと思いますし、せっかくね、まあ、こういう鍵をいただいて撮影できるということなので、しっかり向き合って、ね、やりたいなと思います。入ります。はい、お願いします。なるほど、すぐ分かりました。なんじゃこれは。ちょっと見てほしいんですよ。ここで倒れられてると思います。多分、はい、布団でポンと置いてるのは家族の配慮か警察かわかんないですけど、ある程度一人暮らしっていうことで、まあ、なんかこう結構個人さんのね、こういう風にしたかったのかなっていう。警察の方が今扇風機とかもちょっと油が染みついてるものが外にこう投げられてて、はい、これがクレームになっています。あ、これね、警察の方ね、こんなね、大気ついたものをね、ベランダポンと掘ったままにしてね、そクレーム来ますよ、中に入れないと。ミスですよ、これは。おそらくね、ちょっと警察の方も忘れてたかもしれないですけど、もう確実にこれ、だって外全然匂わなかったもん。なんでこれでクレームなるんかなと。はいはいはい。でもここにあって、その鉄の扉の向こうに人がいたら、はい、風向きによってはもうとんでもないものになると思いますね。で、高齢者はおそらく男性だと思うんですけど、はい、本当にこう身につまされる思いになるんですけど、うん、みんな古くてこれ溜まって衛生的にねちょっと悪くなってて、もう枕なんか全然洗ってない感じ で、うん、でこう服を洗ったとしてはもう畳まずにそこに乗っけてると、うん、いう状態なんですよ。浸透がもうされてたんだなっていうのがもう分かりますし、あと棚があるんですね、うん、ちょっとねアルバムがちょっとありますけど、はい、これ何もないんですよ。あ、ほんまや、なんか入ってない。だからこれ、ね、片付けたっていうにはちょっとこれは体液系だと思うんです。やります。綺麗にしてあげます。これ肺がまだ生きてるっていうのはどんどん湧いてんの。ってことはまだあんまり日にちこうなってから経ってないってことですか。そう、もうここにポーン掘ってるわ。洗濯しても、でも見つかった時は相当ひどかったと思う。はいはいはい、はい、あの扇風機についてる大気とか、はい、全体的に見ても。髪の毛な、これですね、うん、見えるな。めちゃくちゃ良かった。
エリちょっとこっちして、はい、これなんで髪の毛が上にあって下に体液いっこうか今日のは拭き取ってポンと置いてそうな気がする。警察がもしくは家族拭き取ってポン下に髪の毛を追ってるような体液と一緒に、はい、あとは僕がブワー出るやん耳が、はい、口から。それは多分拭き取ってポンと上に置いてある気がする。ああそういうことですか。玄関から剥がしていってるんですね。玄関から剥がしていきます。クロス閉まる。めっちゃいってるわ、うん、めっちゃ血液の匂い。まだ若い、まだ若い、違う、気付けた方がいい。すごいですね。浸透して浸透してる。はい、匂いが簡単は一瞬落ち着いて落ち着いとってるよね。上は乾いてるから。はい、でも目が下はこれちょっと生なんですよ。一面、うん、これ取らないと取れないね。椅子がそんな立ってない。パイもちょろちょろやったよ、はい、多分クッションフロアの裏がナイロン、はい、だけどもう血液が蒸発せん。外せます。はい、休み頼むわって言うのすごいなんかな。今までの流れやな、新人の子にな。前職的な。そうそう、水道工事やったからな。マジでやる。これでも開けるときってどうやんのこれ。一本だけビス残してバールで引き上げる、引き抜こうかなと。うまくいくかわかんないけど。初心者マークか。そうです。ラッキーやな。油を分解する薬なの、油脂分解炉って、はい、でも血液とか体液とかに、ね、かけることによってそれが分解されて、まあ綺麗になると、はい、結構染みてるねこれね。ちょっとここ研磨します。はい。どうですか。ここに入っとるね。わかる？はい。入ってるよ。ひび割れのところ。うん。入っとるね。中にガッツリ入ってるんですね。こ
教習へのこだわりですね。この穴に見えない。コンクリに行った場合の消臭って難しいんですか？ないですよ。消臭シートがあるやんか、俺やん。一般のアイロンですか？一般のアイロンです、うん、こっち側はザラザラして、裏側。裏がザラザラしてたの？はい。ザラザラしたツルツル上な。はい。でも今回ってたまにもでっこぼこしてる石みたいなの出てる時あるやん、はいはい、あの時はもうそれをちょっと避けてやった方がいい。破れちゃうから、はい、でも絶対に、ね、あめちゃくちゃ薄いから、はい、でね、この上にシール貼ってもいいぐらい。あ、要はクロスの後ろにこれを引いたり、ほんで貼ったら今日はもうこれからも孤独死とかペット臭とかなるわけよ。あらかじめこれを下に引いておくわけよ、はい、そしたら孤独死終わってもこんな先みたいなこんなことせんで、はい、シート上拭いてシートパンってめくってシート張り替えるだけでいいわけよ。予防にもなる。予防にもなる。そうそうそう。ゆっくり時間があるかな。要はこれ消去法になるんよね。消去法。要は匂いどこから匂ってるかわからないときに、はい、これを貼っていけばまずここからはもう絶対匂ってこないっていう確信があるやん。はいはいはい。こうだから技術も向上するんだよ。はい。どこで匂ってるかわからへんってなるよりか貼っていったら。うんうんうん、どこが匂うかっていうのが分かってくるやん。絞り込めるわけやん。これ貼ったとこから絶対匂いへんねんから。はいはいはい。なんか面白い。絶対匂いへんっていうのがすごいですよ。絶対匂い出てるしね。よし、 OK。 ここ一番匂いするとこやで、ね、匂いは匂いの濃度が残ってるから。少女シート貼ってるやつもある。貼ってるところ匂ってる。匂うわけがない。匂うわけです。マジですか？あ、ほんまに匂わないです。あ、もう匂わないの。びっくりする。いつだって誰でもきっと幸せになりたいって思っている。生まれてきたからこそはそうなるべきさ。一人身を寄せる部屋通り抜けてく隙間風置き場の寂しさよ強がり恋しさぬくもり伝う涙。もっと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 本当は笑ってたいさ。生きてゆくことの難しさを
今年も大変暑く、お家の中で亡くなり発見が遅れた現場大変多かったです。今回もそうだったんですけども、ちょっと発見が遅れるとどうしても、まあ、体液が床下に染み込んでいくっていうことになってしまいます。その場合消臭するとなると、ある程度大規模な内装工事を伴ってしまうんですね。そうすると大家さんであったり保証人ご家族はそこを保証しないといけない、費用負担が発生するっていうこと で、今回私が開発した消臭シートですけども、まず確実に匂いを消すことができる、そして非常に低コストです。そういう意味ではこれから我々の業界大きく変化することになるかもしれません。ですが、まあ、地域のコミュニティで、まあ、できるだけ発見するっていう、まあ、ここを皆様一人一人意識をしていただければありがたいと思います。今回もご視聴最後までありがとうございました。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、生活環境を整える、お、福祉整理ですか。福祉整理ですね、はい、福祉整理。ただ物量が半端ない形なので、ほぼほぼ空処分で、あ、そうなんですか。プラン変更です。小さいものとかだから長期はね、私見ます。はい、集めていただいたら、無理って集めていただいたら、緩んだんでやります。はい。